ロクトです。クリスマスも近づいてきてますね。四季のある日本では身も心も寒い日々が続いているとかいないとか、この時期なんか極端に人恋しくなりますね。クリスマス直前に急に恋人を作ってお正月のイベントが終わったら別れる。付き合う期間が極端に短いので、相手の欠点に気がつく前に終わる。そういう関係を繰り返している人もいます。あ、俺ですか？俺はそんな器用なことはできません。だから俺は心から信頼のできる相棒が欲しいんですよ。どうでしょう？あなたには相棒がいますか？心の底から信頼を寄せることのできる、あなたの人生を相談できるような存在。いつもあなたを受け止めてくれて、嬉しい時は一緒に喜んで、悲しい時は一緒に悲しんでくれる。あなたが調子に乗ってきたら、こら！と叱ってくれて、あなたが悩んでるときはそれとなく背中を押してくれる。引っ張ってくれる。あなたには相棒がいますか？俺にはいません。あ、正確には今はいません。だって将来相棒が出現するから。俺の相棒の名前は相棒。名前もそのままで覚えやすいですよね。そう、ソニーから2018年1月11日に発売されるロボット犬のことです。発売日が犬の鳴き声のワンワンワンとなっているところが憎いです。さらに時間も11時1分からと徹底したワンワン推しです。アメリカではバウワウというそうですが、この場合も日本式と言って111を貫くのかな。さて、肝心の相棒ですが、実は一つ前のモデルから12年経っての復活なんです。2018年の干支は犬、つまりドッグイヤーにちなんでの復活ですね。というしつこいぐらい縁起を担いだ犬にちなんだ日を発売日にしていますそうそう、12年前も犬年ですよね。当たり前ですけど12時だし。今回の相棒は凛々しい感じと可愛い感じを足して2で割ったような、そんなルックスなんですよ。ソニーらしい良い意味でのオタク感満載の芸の細かい製品です。てかロクちゃん、動物の犬を飼ったらいいじゃん。なんでリアルドッグにしないの？よく聞いてくれました。それがですね、2018年になると俺が世界を動き回るという流れができそうなんですよ。どういうことですかって思いますよね。読んで字のごとくって感じです。気が向いたらここでチラ見せするので楽しみにしておいてください。さて、この相棒一体どこで買えるんですかと思うでしょうから、ページを紹介しておきます。ソニーの AIBO 専用ページですね。情報がたくさん載っています。あなたが気になることをやってみましょうか。いくらなの？どういうことができるの？そんなところでしょう。まず、いくらなのか。本体価格19万8,000円プラス税、これらが含まれています。 AIBO 本体、チャージスタンド、チャージマット、 AC アダプター、電源コード、ピンクボール、メーカー保証は30日間ついています。完成度の高いペットロボットとしては結構安いかもしれないな、きっとそう思われましたよね。しかし今回のAIBOは本体だけでは楽しめないようにできているんです。インターネットに接続して学習をしたり記憶をしたりするからなんですけど、実はこの料金が本体価格に含まれていません。SIM カードがついてくるみたいですけど、つまり AIBO とは別にインターネットの契約をする必要があるんです。3年一括払いで9万円プラス税、もしくは月払い36回で月々2980円プラス税。まあこれを高いと考えるか安いと考えるかはあなた次第です。なぜならリアルドッグでもドッグフード、ペットシート、狂犬病注射やらいろいろと出費があるからなんですよ。そして極めつけはこれ、 AIBO ケアサポート。どうなんでしょうが、ですね、3年用で54,000円、1年用で2万円ですね。失礼しました。どうなんでしょうね、大体3年くらいで故障するんですかね。なんというかスマートフォンを契約するのと非常に似通ってますね。サービス関連は別費用で、どちらかというと維持費で稼ぐビジネスモデルなのかな。ただ SIM カードがあるということで、お年寄りなどインターネットに馴染みがない人でも簡単に使えることを目指してはいるようです。実際はいろいろとトラブルが起こって結構手がかかると思います。その辺もリアルドックに近づけているのかな。ではどうして生きているのではなく AIBO を変えたのかというと、旅行に行くときに AIBO でしたら充電さえしておけば死なないから、それが一番の理由ですかね。あとはリアルドッグと一緒にしたらどんなことが起こるか見てみたいというのもありますね。まあ多分犬からAIBOが破壊されますけど。前回の予約はあっという間に終了しました。今回の事前予約は今晩、つまり12月20日の水曜日、20日水曜日20時からです。まあ俺は20時まで勉強でもして待とうかな。